こんにちは。静岡県環境ふれあい課の高塚です。芝草研究所の池村です。静岡県では県内の芝生の普及のため、静岡県農林技術研究所内に芝草研究所を設置し、県内の気候や用途に合った芝生の研究育成管理指導をしています。この動画では芝草研究所に寄せられる質問の中から研究員がお答えをしていきます。では質問です。お庭を芝生にすることを考えています。どんな種類の芝生があってどれがおすすめか教えてください、ということですけれども、よろしくお願いします。はい、それでは質問にお答えしていきますね。まず芝生は団地型と寒地型のどちらかに必ず分類できることを覚えておいてください。それぞれの特徴は何ですか？では団地型です。特徴はとにかく暑さに強く枯れにくいことです。静岡の気候では3月後半頃から目立ってきて、5月から9月頃までは盛んに成長して綺麗な芝生を維持できます。そして11月頃になると成長が止まり、冬になると休眠します。そういえば冬場に公園に行くと芝生が茶色になってますね。これは枯れてるんですか？地上部は枯れたようになっていますが、春になるとまた目立してきます。初夏にはまた緑の芝生になりますよ。次に寒地型です。特徴は一年中緑なことです。気温20度ぐらいで盛んに成長し、休眠しないため冬も緑の芝生を楽しむことができます。年中緑ならこちらの芝生の方が良さそうですが。寒地型は高温多湿に弱く、夏場の維持管理が大変難しいです。写真は夏のとあるゴルフ場のグリーンですが、暑い時の管理には大変苦労しています。芝生管理のプロでも寒地型の芝生を年中管理するのは大変なんですね。静岡県のような温暖な地域で芝生化する際には、団地型の方がはるかに管理が楽なので、団地型の芝生をおすすめしています。それではそれぞれの芝生の種類を教えてください。はじめに団地型の一つ目、野芝と高麗芝です。気候風土に合った在来の芝生なので病気になりにくく、成長も比較的穏やかなため管理しやすいです。公園やゴルフ場のフェアウェイなどでよく使われていて、一般家庭向けにはこれをおすすめしています。どうやって植えるのですか？これは芝犬の指導で高麗芝の植え付けをした時のものです。野芝や高麗芝の施工は別の場所で栽培していた芝生を切り取って貼り付けます。そういえばホームセンターで板状のものが売られていますね。次に団地型の2つ目、バミューダグラスです。団地型の中でも暑い時に特に成長が早い芝生です。芝生が擦り切れても早く回復するので、サッカー場などでよく使われています。校庭や園庭を芝生化する時にはこちらをおすすめしています。これはどうやって植えるんですか？これは芝犬の指導で高校の芝生化を行った時のものです。バミューダグラスは横への成長も早いので、一定間隔でポット苗を植える方法で低コストで芝生にすることができます。苗を梅雨時期に植えれば2ヶ月から3ヶ月で芝生になりますよ。そんなに早く成長するんですね。それで野芝や高麗芝とバミューダグラスの使い分けってありますか？多くの人に踏まれて芝生が擦り切れやすいところは成長が早いバミューダグラスをおすすめしています。ただ成長が早い分芝刈りなどの手間が多くなるので、擦り切れない場所であれば野芝や高麗芝をおすすめします。芝生の使われ方で分かれてくるんですね。次に団地型の3つ目、セントオーガスティングラスです。これは研究所の中庭です。団地型のほとんどは日照時間が6時間以上ないと育ちませんが、セントオーガスティングラスは日照時間が短くても育つので、日陰になりやすい場所でも芝生にすることができます。葉っぱが広くて芝生っぽくないですね。それでも他の芝生より管理が少なくて済むので、手のかけられない中庭などにはいいと思いますよ。それでは寒地型の芝生も教えてください。寒地型の1つ目、トールフェスクです。寒地型の芝生の中では比較的暑さに強い種類のため全国で利用されています。写真は1月の研究所の入り口ロータリーです。静岡の暑さでも夏を越すことができるんですか？比較的暑さに強いといっても管理は大変です。
園芸技術に自信のある上級者は挑戦してみてもいいかもしれません。静岡の暑さでは大変なんですね。次に寒地型の2つ目、ベントグラスです。きめ細かい芝生ができるため、ゴルフ場のグリーンなどでよく使われています。管理は大変ですか？温暖化で芝生のプロであるゴルフ場のグリーンキーパーさんも大変苦労をしており、さすがに一般家庭では難しいです。ドローンが出てきましたが、これは何ですか？これはベントグラスの品種の比較試験です。芝県では静岡の気候に合う品種や生育方法の試験をしています。こういう研究をしているんですね。最後に寒地型の3つ目、ライグラスです。発芽が早く初期の生育が早いことから、年中緑の芝生を保つウィンターオーバーシードによく使われています。写真は芝県が芝生化した農林環境専門職大学の1月のグラウンドです。バミューダグラスの芝生は冬に休眠して茶色くなるために、秋にその上にライグラスの種をまいて緑の芝生にしました。他の芝生の上から冬場に緑になる芝生の種をまくからウィンターオーバーシードなんですね。何か注意することはありますか？野芝や高麗芝はライグラスに負けてしまうので、ベースの団地型の芝生はバミューダグラスにする必要があります。これは一般の人でもできるものですか？上級者向けの技術ですが、夏場に寒地型の芝生を管理するよりかは優しいと思います。ありがとうございました。まとめるとこんな感じですね。温暖な静岡県内では団地型の芝生がおすすめです。野芝や高麗芝とバミューダグラスの使い分けは芝生の使用頻度によります。一年中芝生を緑に保つウィンターオーバーシードをするには、ベースの芝生はバミューダグラスにします。そんな感じですね。静岡県内の気候では団地型の野芝、高麗芝、バミューダグラスが主な選択肢になると思いますが、用途と管理にかけられる手間に合った芝生を選んでもらえたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。